6号艇折下博則選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、準優勝戦は6コース進入から道中逆転しての2着でした。準優勝戦振り返っていかがでしたか？そうですね、ついてましたね。はい。今節ここまでの船足に仕上がりについて教えていただけますか？そうですね、昨日の後半からペラちょっと変え叩き変えて、はい、なんとなく雰囲気良くなって、うん、で今日2走したら準優が一番感触良かったですね。はい、はい、どこが一番良くなっていたかな。バランス取れてスタートもしやすくなったし、はい、まあ、伸びていくことはないですけど、そんな大差なかったので、はい、でそこから先のつながりも良くて、うん、特に乗り心地が良かったですね。はい、はい、それでは明日の優勝戦に向けての作業なんですけれども、何かお考えは？そうですね、もうちょっと回転合わせてやれば、もうちょっと良くなりそうな気がするので、はい、明日ソロの作業に集中したいと思います。はい、わかりました。さあ、明日は6号艇でのレースとなりました。はい、コース取りレースイメージはいかがでしょうか？まあ、このままですね。はい、わかりました。さあ、今節スタートに関してなんですけれども、見え方はご自身の勘との比較は、まあ、大体勘通りにいけてますね。はい、わかりました。さあ、それでは最後にファンの方に向けて一言お願いいたします。そうですね、今日みたいに6コースから船券からベルマいいかなと思ってます。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。